おや？あれは急になんか始まったな。ああ先生か。コメモン先生でしたよね、ダンス部顧問の。いやアガミ先生、お前なんかさ、そっから見てるとマジで変質者だぜ。もしかして戻る気になってくれたんですか？と思ったんですが、やっぱり無理ですね。ダンスを見ただけで吐き気が。うえっ、やめろやめろ、見せんな。おー死んだ死んだ。大丈夫ですか？八神さん、これ差し入れです。スタミナンライトはいらん。スタミナンライトは体力をほんのわずかなんよ。いらん。スタミナドリンクどう？では、うえ、帰れ。何しに来た、あいつ。あれは重傷だな。ということで今回もダンスやっていきたいと思います。どうもお疲れちゃん。どうした、みんな。みんな、次はいよいよ全国大会ダンス JAM 予選大会だな。この前の大会より全然レベル高いですから、練習頑張らないとです。そうなんです、いよいよ全国大会出場する権利を今から見つけに行くとこなんです。大月たちも出るんだよな。そうですね、ただ彼女たちはシード校なので、当たるとしたら決勝です。だからこそ予選では負けられないんです。だからね、みんな優勝を目指して練習頑張ろう。気合入ってていい感じじゃないか。先日三崎高校の宝月に葉っぱをかけられたからな。よし、俺も一つ気合入れて指導してやるか。夜のな。おい、怪しいこと言うなよお前。おい、どうした、みんな疲れが来てるな。なかなか新曲は難しいですね。今日はちょっとデブ、今回のはいつも以上に繰り返し練習が必要だね。エースもやっぱりそんな感じになってくんだな。お、成城ラブリッツのみんな、みんななんか苦労してるみたいだね。おい、やめてくれ。一番やめてくれよお前。この登場が一番いらんぞ。多分一番ムカつくからな、多分。そうなんです、新曲が結構難しくて、1年生のメンバーが特に苦戦してるみたいです。だったら諦めちゃう？さよりに勝つの？なんか嫌がらせだな。そんな諦めませんよ。だよね、優勝期待してるからね。さよりなんかに負けないでよ。柊先輩、ありがとうございます。頑張ります。おい、イチャコラすんな。部活中だぞ、イチャコラすな。なんで俺今外に出てる？中に行くんだよ。お邪魔します。おお、いいね、いい踊りだよ。はい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 。お、副部長とかだな、多分これ。難しいな。ちょっとどうしたの？振り付け覚えが悪いようだけど。すいません、なんかダメで。片品さん、まだ経験浅いからね、今回の曲はちょっと難しいか。すいません。見てるぞ、ニスモが。どういう感じかな。ちょっと今部員たちが今仲割れが激しくなってんのか。部長、この後ちょっとミーティングしよう。八神さんにも相談したいです。ほう、ミーティング。さやか、片品さんのことだけど、ちょっとこのままじゃ厳しくない？うん、そうだね、思ってた。ああそうなんだ。結構あれかな、やっぱりちょっと置いてかれちゃってる感じなのかな。相当難しいんだね、新曲のやつ。彼女もともと不器用だし、緊張する子だし、本番でも失敗したら、おいおいおい、お前らが信じないで誰が信じる。俺は信じとんぞ、お前ら全員。お前ら全員はできると思ってる。なのにお前らが心配し始めたら、その子を絶対心配しちゃう、失敗になっちゃう。うん、分かった。大きな減点になっちゃうね。おい部長、ねえ、ちょっと考えてみたんだけど、彼女を外してフォーメーションを考え直すって手もあるよ。がっかりだぞ俺は副部長。
さやかも負けちゃったら困るでしょ。柊先輩のこともあるし。それはみんなで一生懸命やってきたのにね。そうだよね、高梨さんだっけ。俺小鳥優さんって言っちゃうけど高梨さんでいいんだよね多分ね。まあ何にせよ判断するのは部長だ。ニスも大丈夫だな。はい。あれ、ヤガミもノリじゃん。え、なんでいいの。おいおいおい、仲悪くなるぞ。これはものすごく悪くなるよ。じゃあちょっとまた練習しよっか。はい、お疲れちゃん。みんなお疲れ様。よく頑張ったよ。もう新曲はね、後でちょっと皆さんに聞かせるので、まあ、ここはちょっと一回ね、踊ってるところはカットしています。ヤガミさん、それにマリア、マイカ、ちょっと話があるの。片品さんのことで決めたの？うん、次の予選大会だけど。西園、西園、俺はお前を信じてるぞ。負けたっていい。一生懸命頑張ってベストを尽くした結果なら。よくぞ言った。もう待ってた、待ってたよ、その西園を。西園っていう人物像はね、あんまし俺は分からん。お前の中身は何も分からんけど、本来の西園が戻ってきたんじゃないのか。え、でもマリア、だってマリア、成城ラビッツのモットーはダンスを全力で楽しむでしょ。勝ち負けも大事だけど、それよりも精一杯頑張って全力を尽くして楽しむことが大事だと思う。ここで片品さんを外したらチームの雰囲気が悪くなって、私もみんなをもう楽しめなくなっちゃうよ。さやかみんなエロボイスだな。いいの、柊先輩のこともあるのに。よくはないけど、でもチームのモットーを忘れて片品さんを外すなんてダメだよ。やっぱり俺さ、西園は踊るウサギじゃないと思う。やっぱ踊るウサギじゃない、絶対。こんな子がね、柊先輩のためにね、さゆりをなんかボコしてほしいみたいなことは書かないと思う。そっか、ごめんさやが、私大事なことを忘れてたかも。ううん、私もおかげで大事なことを思い出せたよ。ありがとね、マリア。みんなってことで、みんな引き続き張り切っていこう。勝つことよりもダンスを楽しむことが大事か。やっぱり西園は暴行依頼なんて卑怯な真似をしてまで稼働するやつじゃない。やっぱそうだよな、ヤガミな。そうだよな、俺も思ってた。そうだよな、あ、俺に言った。そうだよ。いやー、よかったよかった。うん、これで多分ね、今部活のみんなはね、今一致団結になりましたね。で、こんにちは、ヤガミさん、今日はどうしたらいいですかのこのダンスの練習、これがみんなでやるダンスになるんですよ。だいたい1回目でヤガミパート、2回目でエース西園で、3回目で全員パートになるんですよ。この全員パートでちょっと途中まで聞かせていただきたいと思います。で、大会の時に全部オールで聞かせていただきたいと思います。噛む前に言えたぜ。結構新曲いいですからね。しかも服装もね、ちゃんと変わってね、いいと思いますよ。皆さんぜひ僕のダンス見てってね。はいはいはい、この服装絶対ダンスに向いてねえけどな。俺のね、好きなパートがあるんですよ。ちょっとみんなに聞いてほしい。そこまでいくよ。この辺、この辺いくよ。オーレイオーレイオーレイ、ヤガミかっこいい、一生かっこいい、言い続けられる。まあ、ほぼの中身はね、大会で披露したいと思うんで、今はここまででご勘弁ください。いや、でもね、ちょっと今回のダンスね、結構激しいダンス多いからね、俺もなかなか難しいよ。なんか踊れてる気がする。うん、あんなに難しかったのに。すごい、みんなもうバッチリだよ。全国大会の予選にはなんとか間に合ったか。いや、嬉しい限りだよ。わあ、ヒイラギ先輩、ヒイラギ先輩、ひょっこりはんみたいに出てくんな。相変わらず忙しそうだね。お前は暇そうだな。しょっちゅう来てんじゃねえか。お前さ、ま、
あんまし、まあ、悪くは言いたくないけど、お前おっぱい目当てじゃねえだろうな。さすがにちげえか。さすがにちげえな。なんかそういう目当てでなんか来てるような予感すんだけど、なんか服装がねちょっと出ちゃってるから、どこ見てんだよ俺、気色悪い。はい、全国大高校ダンス JM の予選が近いですから。そっか、そういえばそうだったね。それじゃあその後の方がいいかな。え、何ですか。ちょっとさやかちゃんと話したいなーって思って、落ち着いて話したら予選の後がいいかな。おやおやおや、ついに本性が出るか、告白するか、それともただ慰めるか、どっちかな。ほら、お互いにドキドキしちゃうから気持ち悪いな、やめてくれ。もうクリスマスだぞ今。クリスマスが近づいてくるのにそのイチャコラを見せるんだ俺。この世で一番嫌いだろ、リア充なんじゃ。もしかしてそれってデートのお誘いですか。変な風に騒がれるとちょっとな。とにかく予選の後時間空けといてね。お前罪な男だな。頼むからおっぱいを見に来ててくれ。お前に欠点を見つけてくれ。俺が悪者やんこれじゃ。お願いだから。実は君たちの服装に興味があってね、グヘグヘグヘみたいな欠点があって来てくれ。頼む柊木先輩。お前全部がちょっと完璧すぎて怖いぞ俺は。柊木先輩と部長いい感じだったもんね。うん、これはもしかすると、どうしよう。お前緊張感を出させんなよ。お前柊木先輩緊張感バクバクやんこれ。まったく大事な予選の前に動揺するようなことを言うのはやめてほしいね。矢上さん、あ、もうはい矢上さん、準備ができたら予選大会の会場に向かいましょう。ほらもうちょっと緊張してる。さあ来たぞ。今度は全国ですからね。全国の予選だからもう県大会みたいなもんだからね今ね。ここが予選大会会場。すっごいな。さすがに大きいね。ここで踊れるのか、すごい。さすが全国の強豪校が集まる全国大会だな。この予選を突破すればいよいよ決勝大会。緊張する。頑張ろう。大丈夫、私たちなら勝てるよ。それにさやかにとっては予選の後にお楽しみが待ってるしね。ちょっと、今はそれどころじゃないでしょ。お前はそれどころなんだろうな、きっとな。これを突破すれば次が決勝大会か。大月サリエの暴行以来の実行日でもある。うん、恐ろしい。それまでに踊るうさぎの正体をつかみたいが。さあ今回はねタキシードみたいなね格好で挑みますからね。いよいよだね。さすがにちょっと緊張してきた。かっこいいな BGM。 お前らかっこいいよ。高校生にはふさわしくない曲が流れてる今。いいな。大丈夫だ、今回もいつもと変わらない。ここまで来たら全力でぶつかるだけだ。はい、踊り出したら緊張なんか吹っ飛びますから。もういつもそうなんよね。この子たちはすごい、ほんまにすごい。あんなに緊張しちゃうって言いながらね踊ったらもうキャピキャピしとる。若いって証拠だよ。それじゃあみんないつものやるよ、エンジン組んで。よし、俺も混ざるぜ。清涼ラビッツ。はい、明るく元気楽しく楽しく、せーの、発声ラビッツだい。はーい、はーい、やばい、今回全然合わせられなかった。さあお前らの踊り俺にとくと見せてくれ。そして観客のみんなに見せるんだ。聖女ラビッツファイト。はい、やっぱ緊張ないね。はいはいはい、はいはいはい、いいね、いいよ、ワンツーフィニッシュ。はい、それ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 、よし、いいぞ西園。高梨さんも素晴らしい。副部長どこにいるのって、どこ。せーの、はいはい、ここ難しいよ。オッケーオッケー、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、十分十分。はい、いいよねこの歌、すごい良くない。
で激しいんだよやっぱダンスが。これ踊れるってやっぱ成城ラビッツってめっちゃすごいんだよ。しかも矢神もすごいよね、これ踊れるっていう矢神も。すごいすごいすごい、いいよ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 、絶対1位絶対優勝だよこんなの。優勝以外何者でも。エロいねエロいねエロいね、 JK にお前のエロさ勝った今。変態変態チックが出てる、危ない危ない危ない。はいはいはい、やばいミスった、大丈夫いけるいけるいける、ワン・ツー・フィニッシュ、はい。素晴らしいぞお前ら、観客の拍手が届いてるな。絶好調だ絶好調。見ててくれましたか。見てた見てた見てた、グッド。相変わらずお前なんだな。全国大会ならもうちょっとなんかもっとふさわしい人がいるんじゃないかなと思ったけど、お前がもしかするとダンス界のドンなのかもしれないな。さてさて、全国高校ダンス JAM 予選を突破したチームは残すところ一チームとなりました。見事決勝大会のチケットを手に入れた最後のチームはどこなのか発表に移りたいと思います。行きましょう。決勝大会に進む最後のチームは、上げ酒が激しいな。まあ俺らだろうな。成城高校成城ラビッツ、ああ決勝大会の出場権ゲットだ。マジね、ついに、ほらさやかステージに。わあいいね、いやー矢神教えた甲斐があったな。ついにやったな、みんなこれで決勝出場だ。もうてかね、もう矢神のおかげじゃない、もはやあの子たちのねもう力のねもう見どころがすごかった。感動する、あんなに頑張って練習したからね。やばい泣けてくるぜ。いつもさ新しいダンスになるとさ3回練習すんの。この3回で決勝大会行けるめちゃくちゃ練習したなお前ら。うん、もう撮ってる撮ってる、インスタ映えかな。みんな本当によく頑張ったな。信じられないです、私たちが決勝大会に出られるなんて。来たぞ、平木先輩。告白か、もう。もう告白か、頼む。さやかちゃん。めちゃくちゃどうしようもネタを言ってくれ。頼む。ものすごいどうしようもネタで惹かれてくれ。さやかちゃん、見てたよ。最高だった。先輩、見に来てくれたんですね。もちろん。だってこの後、約束したろ。おい。おい、そうでしたね。すぐ行ける、早く行こうよ。おしゃれなカフェ予約したんだ。うわ覗き見して。本当ですか、楽しみ、すぐ行きます。てかさあれだね、やっぱ好意を寄せてる女性ってさ、こうやって男性にこうやって風にさカフェに行こうとか誘われた時にさ、すぐ行きますとかさ、楽しみとかさ言う子ってさ多分両思いなんだろうね。だからさ、どうしようかなって悩んでる系女子多分好きじゃないんだよな。今ので分かった。うん。それじゃあみんな、また部活で私は一歩大人になってくるよ。嫌な顔してるよみんな。最悪みたいな。待って待って待って。おい高梨さん。なんだ今の声。どっから出した。どっから出した。みたいな。絶対あなたが出しちゃいけない声出てたよ。矢神さん、実は私さやかに告っちゃえって言っちゃったんです。え、マジで大月さゆりの大会での約束があるのに。え、約束知らないんだ。あ、そっか、マイカはずっと部活休んでたから知らないんだ。三崎高校の大月さゆりとさやか、次の大会に勝った方が柊木先輩に告白するって約束したの。本当にモテおらんよ。だから俺は言ったんよ。今見てきてなかったね、視聴者の皆さん、そういうことなんです。柊木先輩モテモテなんです。許せれ
俺あんなにどしぼでと言ってくれとかひどいことを、なんてひどい男なんて俺は応援が素直にできん。はぁ、何それ、また変な声出たよ。ってこと、もしかして私余計なこと言っちゃった？だけどまあ恋心は止められないし、そもそも柊先輩の気持ちもあるし、なるようになる的な。あとでトラブルにならないといいが。おう、でその後どうだったの？あれか、カフェは？カフェの後見れんの？またちょ、おいお前ら、お前らっていうかニスモはいる？いなそう？あれ？いないね。どうした？ん？あれ？ニスモは？それが今日お休みだそうです。はあ、珍しいな、どうしたんだろう。わかんないです。今まで皆勤賞だったのに、私も連絡してみたんですが、理由がよくわからなくて。ちょっと心配だな。ひいらぎ先輩と何かあったのかな。もうそれじゃん、皆勤賞の人が休むって、それ相応の理由があるんです。はい、僕もありました。皆勤賞だったのに一回休んだことがあります。それは何かって、 DS が親に盗まれたっていう事件があって、一回メンタル打ちつけられてね、あの休んだことがありますね。はい、小学校の時。そういえば予選試合の後に一緒に出かけてったったけど。大丈夫かな。もしかして柊先輩といい感じになっちゃって、ダンスのやる気なくなっちゃった。嘘やん嘘やん、おいそれは許さんぞ。それは柊を許さん。俺はなんでやる気なくさせるんだよ。まさか、うん、ありえるよ。さやかみたいな真面目な子って恋に朦朧になって突っ張っちゃうこともあるし、高梨さんもあると思うけどな。恋に朦朧になっちゃうこともあると思うぞ今も柊先輩と一緒に過ごしてたりして、それも同じ部屋で、キャー、もう変態、変態なんだからってね。うらやましいな、恋うらやましい、青春がしてー。やめてよ、もうだからこれだから高校に戻りたいんよ。シンプルに高校時代なんであんなにさ部活メインでやっちゃってたんだろうなと思ってね、青春がしたかった。だけどさやが本当にどうしたんだろう、こんな大事な時に理由も告げずに休むなんて。とりあえず今は様子を見るしかないな。そうですね。いやこれさ、ワンちゃんじゃなくてもうツーちゃんぐらい、もう柊先輩となんかあったじゃん。もう大人の階段マジで登っちゃった。勘弁しろし先輩。さやか心配ですね。何もないといいんですけど、何もないわけではなさそうだよね。休むって相当だからね。でも今は練習しないとですね。八神さん改めてよろしくお願いします。もう練習するしかないか。よし練習始めようか。はい、よろしくお願いします。八神さん、結局さやか練習に来なかったですね。いや来なかったね。いやあのね、あのやっぱり八神一人のダンスはやっぱ僕カットしてるんですけど、いや来なかったね。僕の一人のダンスを見に来ないなんて、もう言語両断でございますよ。ああ連絡はつかないの？電話には出てくれないんですね。メッセージ一言だけ返信はくれたんですが。なんて来たの？風邪とかじゃないみたいです。理由がよくわからなくて。そうか、西園らしくないな。うまい具合西園からかかってこねえかな。うん、甘沢からメッセージだ。 HN 踊るウサギに動きあり、至急ミスケン物質に来たれよどういうメッセージだよこのタイミングで。一体なんだ。お疲れ天沢。どうした？八神さん、踊るウサギが裏サイトに新たな書き込みをしたのです。いやでもまだ決定したことは分かんない。踊るウサギ、プロフェッサー様、あるカップルを別れさせてほしいんです。乱暴なことはせず穏便にお願いします。5,000円でどうでしょうかなるほどな。いやーマジか。え？付き合っちゃったん？沙織と柊先輩。
そのことで話し合いたいっていうこと？で、もしこれがね、西園だったら、いや、もう、メンヘラだね。ドメンヘラだね。好きすぎて、目の前しか見てない。カップルを別れさせる。はい。プロフェッサーへの依頼と考えて間違いないでしょう。掲示板ではまだ返信がついてないようです。プライベートメッセージはわかりませんが。そうか。あの、八神さん、そこで私作戦を考えてみたんですけど、一か八か踊るウサギをおびき出してみませんか？おびき出す。プロフェッサーのふりをして直接メッセージを送るんです。仕事を引き受けたいから直接話そうと。引っかかるか、そんなのに。実は裏サイトのハンドルネームは自由に設定できるので、プロフェッサーという名前でメッセージは送れちゃうんです。なるほど。へえ、それなら確かにやってみる価値はあるかも。早速ハンドルネームを変えてメッセージを送ってみます。あ、ダメだ。同一ハンドルネームの登録はできないのか。だったら、プロフェッサーの棒をダッシュにしてみて、プロフェッサーと、え、な、何が変わったの。ダッシュを、ん？ダッシュをダッシュにしてみて。どういうこと？お、いけた。なんかお前、こういうの慣れてる、はい、調査スキルの一つですから。怖いね、今時の JK は。返信がありました。会ってくれるそうです。これは翔太が確かめるチャンスだな、はい、いや、西園では会ってほしくねえけどな。はい、駅近のカフェで待ち合わせの約束しました。準備ができたら一緒に向かいましょう。声をかけてください。いや、怖い。え、じゃあ行きます。八神さん、準備はよろしいですか。大丈夫だ。ああ大丈夫だ。では向かいましょう。 あ、そうだ八神さん、向かう前に一応変装お願いします。踊るウサギがダンス部の子なら八神さんの顔知ってますし。来たー。今回もふざけなしで行きます。よし、完璧です。よし、変装バッチリだ。もう八神のね、王道スタイルはこれですから。八神の変装はもうこれって決まってます。もうそれでは向かいましょう。もうダメだ、この二人ダメだ、絶対 100% ダメだ。一番向いとらん。あれ、あれ、ドラキュラは。そろそろ約束の時間ですね。おいおい、ドラキュラで行けよ。あれは、うわ、うわ、マジか。西園に似た JK じゃない？西園本人？あれ嘘だろ、踊るウサギの正体って。信じたくはないですが、声をかけてみましょう。あの、失礼ですが、踊るウサギさんですか？はい。あ、はい、もしかしてプロフェッサーさん。うわー、マジかよ、お前ドメンヘラ。でもな、好きなんだよな。ヒイラゲ先輩が好きでしょうがないんだよな。もうダンスよりうんぬんじゃないもんな。好きで好きでしょうがないんだよな。ええやん、もうそれはそれでな、青春しとる。だがな、別れさせるっていうのはよくない。うん、変装どこ行った。え、浜沢先輩に八神さん。西園、どういうことか話を聞かせてくれる？うわー、気まずー。で、ドラキュラは？おい、ドラキュラに変装したらなんで着替えてんのよ。さて、どこから話を聞こう。踊るウサギからだよな、まず。なあ、プロフェッサーのサイトに踊るウサギの名前で書き込んだのって西園だったのか？はい。うわー、マジか、西園。ねえ、どういうこと？どうしてあなたが？この前、予選大会の後、ヒイラギ先輩に誘われたじゃないですか。あの後、先輩に告げられたんです。告げられた、告げられた、はい。ん？告げられた？何を？その、彼女ができたって。うぅ、いや、これショックだよな。予選前にさ、だってさ、もしかするとヒューヒューみたいなさ感じだったのにさ。いや、これはまあショックだよ。は？だから大会で俺を取り合うとか考えないでほしいって、ダンスに集中してくれって。いや、まあそうだけど、でもこういうおもろい BGM 流れるってことはそんな重たくねえんだな、これ。マジかよ。ば
バカな、わざわざ呼び出したのってそれが目的か。はい、期待してた自分がバカみたい。そんな、大会の前に行ったら逆効果だって思わなかったのかな。いやでもそうだよな、ただ単にあのヒイラギがバカだったことだよね。ヒイラギ先輩そういうところがありますから、天然っていうか天然記念物多いな、ロストは。だからプロフェッサーに別れさせてほしいって依頼したのか。はい私ヒイラギ先輩に彼女さんができたこと告げられて自分が別れなくなっちゃって。だけどもしもヒイラギ先輩が彼女さんと別れてくれるならまたやる気が出るかもって思ったんです。もう今やる気出ないんだ、ダンスやる気出てねえんだ。私もホオツキさんも。ん、ホオツキさんもどういうこと。ヒイラギ先輩あの後ホオツキさんにも彼女ができたって告げに行ったんだらしいんですよ。え、バカなあいつ、はあ、全てをぶち壊しに行ってるなあいつ。悪意は泣いてるぶち壊しに行ってるな確かに。いや、なんなあいつ、おモテキをモテ遊ぶな。以前に踊るウサギは裏サイトでホオツキサリエの暴行依頼をしていた。あれも西園なのか。え、暴行依頼なんですかそれ。ん、え、知らないのか。いえ。はあ、何のことだか。確かに裏サイトには時々愚痴とか書き込んでましたけど、最近はずっと使ってなかったです。ちょっと、本当に嘘じゃない。本当ですよ。てかホオツキさんに暴行依頼、それヤバくないですか。警察には連絡したんですか。よかったよかったほんまによかった、ずっと信じてよかったわ。だよな西園、お前じゃないよな。よかった、誰だよ。じゃあ嘘はついてないと思う。ということはまさか同一ハンドルネームを使って誰かが書き込みをしていた。いやですがあの裏サイト、すでにあるハンドルネームのは登録できないはず。ああプロフェッサーは登録できなかったからな。それじゃあハッキングとかになるな。そんなセキュリティの温弱なサイトじゃないと思いますが、落ち着いたらダンス部に来てくれるな。いや西園のなんか可愛い書き込みだったな。じゃあ別れさせてくれますか。あのなんか暴行みたいなしなくて、もう可愛い感じでお願いしますみたいな。可愛いじゃん、可愛いメンヘラじゃん。もうそれ、はい、そのつもりですけど元気がない。ヒイラギ、ヒイラギ、お前何してくれたんじゃ。お前女の気持ちを何だと思っとる。待ってるぞ、俺もダンス部のみんなも、はい、これじゃダンスに支障が出る、かわいそうだよ。うん、信じていいのでしょうか西園さんのこと。 あいつのことは部活でずっと見てきた、俺も見てきた、信じるよ俺は。ライバルを暴力で蹴落とすような真似をする子じゃないさ。八神さんがそう言うならそうなのかもしれません。だとしたらホオツキサリエの暴行依頼師と踊るウサギって誰のことなんでしょう。どんなトリックを使って西園さんのアカウントに書き込みをしたんでしょう。わからない、とにかくホオツキへの暴行なんて許すわけにはいかない。そんなのは彼女たちの積み上げてきたものを全部ぶち壊す行為だ。真の名探偵ならば何としても阻止しましょう。事件が起こる前に防ぐべしです。よし防ごう。いやー素晴らしかったな、よかったよかった。なんかただ単に可愛い依頼だったな。そしたらただ単に可愛い依頼だった。でもさ、ヒイラギ諦め、あんななんか全てをぶち壊す男いらんど。他に山ほどいるぞ、よく言うじゃん星の数ほど男はいるって。でもねそういう子に限ってね、やっぱ出会いがないんですよね。でも西園って普通に可愛いからさ絶対モテるのにさ、やっぱりそういう子に限ってね、ちょっとよくわかんない男に当たってしまうんですよ。西園いるか。あー来てなさそう、来てないなこれ。高梨、今日西園は。いえ、いやーマジか西園、まだ気分が優れないみたいで。そうか、まあな、 JK にとっては青春がもう第一だもんな。まあダンスも青春みたいなもんだよ。だけどさ、やっぱ恋には勝てないよな、支障が出てしまう、それが人間だ。さっきメッセージした時は返信くれたんです。
行けたら行くって。まずいですね。うかうかしてる暇ないのに、こんな時にキャプテンがいないなんて。だが練習をしないわけにはいかない。決勝も近いしな。矢上さん。そうですね。練習なら私が代わりに見てますので、矢上さんコーチをしてくださらせてください。いやー、まあもうコーチするしかないよな。さやか心配ですね。何もないといいんですけど。でも今練習しないとですね。じゃあ練習しよっか。よし、じゃあ練習始めようか。はい、よろしくお願いします。西園来た。みんな休んじゃってごめん。西園、もう大丈夫なのか。大丈夫じゃないけどな、テンションが。あ、はい、大丈夫です。練習しなくっちゃねえ、いいな恋。何度でも言う、いいな青春ってな。しかもさ、こんな女の子にさ、こんなに思われてる。ひーらぎ、うらやましい。やばいってやばいって、ここまで来るか。相当好きだったんだな。全然大丈夫そうには見えないぞ。すげえ好きだったんだな。いやー、でもそりゃショックだよな。そこまで好きでさ、彼女ができたって言われると、そりゃーそりゃこうなるわ。はあ、ちょっとさやか、何やってたの。今日はもう練習終わるけど。ごめんマリア。ダメだ。あのさマリア、もしかしたら私大会には出ない方がいいのかな。は、何言ってるの。だってこのままじゃみんなに迷惑かけるから、練習にも身が入らないし。さやか、おかしいよ。なんで、どうしよう。矢上さん、さやかどうしたのかな。あんなさやか見たことない。あ、そっか、みんな知らないのか。あ、みんな知らないのか。え、これ言っちゃえばいいじゃん。それはそうか、まだみんな事情知らないのか。言うのも一つの手だけどな。西野さん、まだ落ち込んでるようですね。あ、矢上さん、ちょっとそこでお話できます。お、どうした。珍しいな、ダンス部に来るのって。なるほど、相当重症ですね。ところで、ああ、そうだ、天沢、三崎高校の宝月はどうなんだろう。あの子のヒイラギに彼女ができたこと告げられたはずだろ。実は、あの、実は今日彼女に会ってきたんです。え、すげえな、会ったの。はい、浜北公園でよくトレーニングをしていると聞いたもので、踊るウサギの件警告してみました。できれば大会に出ない方がいいと。それでどうだった。彼女、ヒイラギ君に振られたこと何とも思ってないようです。ケロリとした大会自体はありえないと。わあ、なんかさ、多分そうだよね。なんかね、俺も思ったんよ。別にそんな感じに見えない、ただの幼馴染みたいな感じなんだよね。だから多分西野さんを本気にさせたいからそんなこと言ったんだと思うんだよな。練習にも必死に取り組んでるようでした。さすが生き馬の身を抜く。アイドル業界で生き残ってただだけのことはあるな。なんか滑舌の悪くする文章だね。なあなあ、マサは、彼女がいたのは浜北公園だよな。まだ練習しているかもしれませんね。どうしてですか。うん、ちょっと彼女に会ってみようかと思う。どうしてですか。ライバルだからさ、西園のな。ホウツキなら西園の爆破をかけてやれるかもしれない。なるほど、そういうことですか。うまくいくといいですけど。それは分からないが、とりあえずやってみる。え、誰。決勝大会に向けて基礎練か。精が出るな。矢上さん、あなたは矢上さん。わかんねえ、制服着てねえとホウツキさよりはわからん。普通の子普通の子。ちょっと話したいんだが、時間ある。なんでしょう。いや、もう目覚めさせてくれよ。ヒイラギ匠がいきなり告げてきたんだって、彼女ができたって。まったく、いい迷惑ですよ。よりによって決勝大会の前に、本人を気を使ったつもりだったようですけど。実はそのことを西園も告げられたみたいでな。ひどく落ち込んじまって、練習にも身が入らないらしい。西園さんが？ああ、このままじゃ西園、決勝大会に出られないかもしれない。そこまで？なあ。そこまでなんだよ。西園の思いはね、そこまでなんだよ。もうすごいのよ、思いが。もう、ヒイラギがね、
西殿の半分を占めてんのよ。なあ、一つお願いがあるんだが、西殿に会ってやってくれないか。会う？私が？ああ、君が元気にしている姿を見れば西殿もこうしていられないって立ち直るかもしれない。敵に塩を送れと。ライバルがいる方が張り合いあるだろう。お、八神さん。はい、私はアイドル業界でプライベートの雑事が原因で折れてしまう子をたくさん見てきました。そういう子はエンターテイナーとしてあまりにも意識が低すぎると思うんです。そんな人はライバルとは言えませんし、励ます義理もありません。そうか。練習が忙しいですので失礼します。まあそうだよな、ライバルって言っても結局敵だもんな。ダメだったが、さてどうしたものか。お疲れ、遅延。西園いる？あ、いた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 。なあ西園、まだ練習に身が入らないか。どうだ。すみません、バカみたいですよね。いや、バカではないけどな。たかが失恋で、本当ガキみたい。いや、もう人間、人間だよそれが。まあお年頃の女の子だからな、しばらく立ち、お、聞いていた以上にひどいね。おお、来た。あ、ノリズキ。ノリズキっていうの、ホウツキって言ったわ。本人、ちょ、え、なんで。そうだよな、そうなるよな。おい、ノリズキユリエがいるって聞いたんだけど。邪魔だお前。誰だお前。おお、ほんま。誰だ、誰だよ。テレビで見るより全然可愛いじゃん。誰誰誰。サインください。おいおいおい、帰れ帰れ、野獣マン。サインはなし、もうアイドルじゃないから。俺漢字すべて間違ってたもん。ノリズキ来てくれたのか。西園さやかの間抜け面を見に来ただけです。どうです、うちのさやか。間抜け面、はあ、失恋ごときで情けない。あなた何のために踊ってたの？匠のため？それはどう出る。それがわからないの。わからない。自分が何のために踊るのかわからなくなっちゃった。あー、今さまよってるんだね。半年ほど前のことだったかな。え？たまたま友達に誘われて小さなダンスコンテストを見に行ったことがあったの。ほうほう。あの、何を。とりあえず聞くんだよ。まだアイドルだった頃の話。その頃の私はファンのみんなが望むダンスばかり踊ってた。自分が踊りたいダンスじゃなくてね。だからその会場で見たダンスにすごく衝撃を受けた。その子たち生き生きとすごく楽しそうにダンスを踊ってたから、だから私はアイドルをやめた。彼女たちみたいに楽しく自分のダンスを踊れるようになりたかったから。いい話だ。うん、それあなたたちのこと。え？私はあなたたちのダンスを見て自分に足りないもの、やりたいものを見つけたんだ。へえ。嘘。あなたたちがあの日の大会で一番輝いてた。ダンスは下手だったけど一番自由に楽しく踊ってた。素直に羨ましかった。ダンスを楽しいだなんて思ったことなかったから。匠のこと好きだったのも確か。あ、そうなんだ。決勝で勝って匠を振り向かせるために練習だってしてた。あ、本当にそうだったんだ。だけど今は違う。あなたたちに負けないようにってそう思って踊ってるうちに分かってきたの。自分が何のために踊っているのかを。私はあの日あのステージで見たあなたたち、憧れだったあなたたちと本気でぶつかり合うために踊ってる。憧れ？ノリズキさんが私たちに？ええ。そしてその日を夢見て練習する日々は本当に楽しかった。だからがっかりさせないでほしい。それじゃ
張り合いがないから。そうだね、水木さん。決勝大会の会場で待ってる。かっこいい。ごめんなさい、ずっとほおつきさんって言っちゃって。どいて、練習の邪魔でしょ。はい。童貞か童貞か。はいって童貞か。どうだ、どう出る。みんなごめん。お、ちょっと休みすぎちゃったみたい。練習しよっか。お、はい、うん、いいやん、楽しくエンジョイ、それが成城ラビッツな。ありがとうな、ノリツキ。ノリツキユリエって言ってたよな。ノリツキ俺サユリって言ってたよな。ごめんなさい、すべて間違ってた、すべて間違ってました、申し訳ない。おー、じゃあもうこれでやっと、これがラストだよね多分ね。みんなで踊る。こんにちは八神さん、今日もよろしくお願いします。今日はどうしたらいいですか。これが多分ラストの練習になります。じゃあここはもう見せましょう、皆さんにどんなダンスをしてどんな歌か全部見せます。で大会で全部また見せます。はい、では行きましょう。よし、練習始めるか。はい、ご視聴よろしくお願いします。さあこれが八神と踊る最後のダンスです。みんな見届けてくださいね。すっごい可愛いキューティクルな八神が見れるんで。てかもうこの服装もいいよね、うん、この服装もいいね。もうね、アイドルです。アイドルの服装を僕は買ってしまいました。これダンスじゃないです、ダンス部じゃないです、アイドルです。これはもはやで、一番目立ってるのが君なんです。八神くん一番目立っちゃダメなのに、やっぱ君が一番目立つんです。で俺が一番好きなねシーンがあるんですよ、皆さんに見ていただきたい。そろそろ来ると思う。来るかな、違う、まだまだ。でもこの辺ちょっとキューティーでしょ、キューティー、キューティーハニーっぽいでしょ。どこら辺だ、いい笑顔だな八神。すごい可愛い笑顔するっしょ。そろそろ来る、来るよ、これこれこれ。このさダンスめっちゃ俺好きなんだよね。わあああ、いいね、みんな笑顔。あ、ここ、これ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 好きなの、これこれこれめっちゃ好きなんです僕。すごいよな、カンフーのダンスじゃないのよもはや。でもさこの子たちがさこのダンスをしたらさ、俺スカートの中見えちゃうんじゃないかなっていう。すごい、これこれいい、このダンスいい。このダンス好き。どうみんな、もうディズニーのパレードいけるっしょ八神くん。決まりました、これが最後の八神とのダンス。ありがとう。